井上康氏6月1日から1950年2月5日は日本の陸軍軍人。第11独立守備隊長、第10野戦補充隊長、公安委員中連絡部次長、第51歩兵団長等を歴任し、階級は陸軍少将校3級に至る。兵庫県出身。1914年5月28日に陸軍士官学校を卒業し、 同年12月25日陸軍不評勝位に任官される。士官候補生、第26期の井上の同期には、伊央島で戦死した栗林忠道大将や、軍需上航空兵器総局長官の遠藤、サブロー中将、終戦時の陸軍次官、若松忠一中将がいる。井上は、陸軍大学校に進み1922年11月に、 卒業、以後不評価症候として類九1929年4月12日には中華民国、在勤帝国大使館副武官補佐官を命ぜられ、北平に駐在する。同年12月に免ぜられる。1932年1月10日から留意村特務、機関長を務める。1932年12月7日陸軍、大学公共関係研究部主事に就任し、 1937年8月2日、陸軍大佐に進級する。同年10月20日第10軍情報課長として、戦地に投入され、1938年3月1日から、不評第15連隊長に移り日中戦争に、出生。1939年3月9日、大元特務機関長に就任し、1940年3月9日、陸軍少将。 第14師団司令部付、同年8月1日から不評、第28旅団長に補えされる。同年9月7日から第51歩兵団長に移り、1941年4月7日から公安院、員、課中連絡部次長に就任する。わずか2ヶ月で転任となり6月28日から、キールに要塞司令官を命ぜられる。 1942年3月6日から第10野戦補充隊長9月10日から第11独立守備隊長を務め1943年4月8日西部君付を経て同年6月2日予備役編入となるありがとうございます